こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、キャッチーなイラストですよね。名古屋デザイン&テクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。今回もコメントはないので、早速添削に入っていくんですが、まずですね、人物2人、画面の中に入っているだけじゃなくて、手と手を握り合っているこのポーズ。これね、描くのが相当難しいんですけど、こういう難しいポーズに挑戦するチャレンジ精神。これがね、何よりも素晴らしいと思いました。いいですね。それとキャラクターも、2人とも赤と青の髪色の対比で、すごくね、キャッチーに書き分けられているので、その点でも目を引くように工夫されてるなって感じました。はい。でですね、今回何を添削していくかなんですが、まさに今言ったキャッチーさについて、この作者さんのイラストの良さとして、キャッチーさがあると思うんですが、と同時にそのキャッチーさを邪魔するような要素だったり、あとは若干癖の強さもあって、それが絵の良さを伝わりづらくする要因にもなっている部分があるかなって思ったんですね。なのでその部分について解説しつつ、添削を進めていこうと思います。それでは早速、行ってみましょう。まず最初に、手前の女の子の部分の添削を進めていこうと思います。でね、今回はちょっと、添削させていただく作品が、専門学校の生徒さんということもあって、前提としてですね、職業としてイラストを描くなら、こういうところは意識した方がいいよっていう部分が含まれます。趣味としてね、絵を描いている人には、あんまりそういう部分を強く進めるようなことはね、あえてしないんですが、これですね、一言で言うと、少し鼻についてしまう個性を弱めて、悪を抜いていくようなね、そういう指摘をしていきます。ただね、これは、あくまでプロを目指す人向けのアドバイスなので、全員が全員これを真に受けなくてもいい、という前提でご覧ください。まずは早速、こうですね。この絵柄で僕がちょっと悪が強すぎるかなって思ったのが、目の大きさですね。目が印象的なのはいいことなんですが、ちょっとね、大きすぎるような気がしました。目を描くのに興味がある人ほど、ちょっとね、大きくなりすぎてしまう傾向にあるので、自然な目の大きさに収めた方が、イラストの仕事は受けやすい気がしますね。それと、目が大きいと感じる大きな原因として、白目の面積もあります。ここもね、調整してみると、印象が和らぐと思いますね。やってみます。こんな感じ。特にね、この目頭の部分の白目を広く描きがちなので、ここはね、若干意識してあげると、良いバランスになるのではないかと思いました。あとね、意外とこういう人多いんですが、このね、涙袋の濃さでしょうか。絵柄によってはね、この涙袋も良い作用をする場合があるんですが、少しね、この絵柄にとっては主張が激しすぎるのかなとも思いました。いや、決してね、悪いわけではないんですが、なんだろう、ちょっとこう、わさびつけすぎた寿司みたいな感じ。わさびは欲しいんだけど、でもちょっと分量多すぎるかな、みたいな。なので、ちょっとだけわさびの量を調整します。はい、こんな感じ。涙袋はあるんだけど、ちょっとだけ薄くして全体の印象を整えました。でね、今まで目の印象を弱めるような調整ばかりを繰り返してきたので、作者さんはもしかしたら不満に感じたかもしれません。それじゃ印象弱すぎだよ。はい、すいません。もしね、そう感じてしまった場合には、ちょびっとね、要素を補うだけで印象を強める工夫もできたりします。例えば、こうです。はい、こんな感じです。このね、まつげの部分を若干描き足したのと、あとね、黒目の縁に2本線を付け加えてみました。このね、目の中心に何もないのは、多分作者さんのこだわりだと思うので、そこは変えずに、他の要素を描き足すことで印象を強める工夫をした感じです。あとね、ちょっと眉毛を濃くしたのもポイントですね。さあ、目についてはこんな感じ。次は、口です。こうします。
はい、口も少しだけ小さくしました。まあ僕もね結構この傾向があるんですが、口だけじゃなくてこのね顔のねほっぺも含めた下半分部分、ここはね若干下膨れになっていて、こう大きめに膨れている絵柄って僕好きなんですよ。でもねこれが好きすぎるあまりに下膨れになりすぎてしまうパターンって結構多くて、そうなると癖が強くて一般受けからは遠のいてしまう場合って結構あるんですよね。僕もね何度か試したことがあったんですが、僕の好みの下膨れっぽいシルエットと好みとは若干ずれるけど口元がすっきりとねシュッとしている女の子、どっちが人気出やすいのかってツイッターのねいいね数とかで検証したことがあったんですが、まあ、ちょっとね残念なことにって言うべきか、シュッとした感じの方が選ばれる傾向が強かったんですよね。まあ、なのでプロとして絵を描くとしたらその辺も若干意識した方がいいかもしれません。なのでそういう観点で少し輪郭周りも調整してみますね。はい、こんな感じ。まあ、あとね輪郭線もあるんですが、顔の陰影でも結構ねスッキリ感を演出することができます。こんな感じ。はい、陰影のつけ方でもね若干プクプクって膨らむような影のつけ方をされていたので、それを調整するだけでも結構すっきりとした見た目になると思います。さてまた若干アクを抜きすぎたなと思ったらキャッチーな要素を1個付け加えてもいいです。例えばこんな感じ。はい、頬をね赤らめてみました。こんな感じでアクは抜きつつもキャッチーな部分だけはなんとか残す、こういうね抜き差しの感覚がプロでやっていくためには非常に重要になってきますね。あとね僕が気になった、もともとねキャッチーな絵柄なのでもったいないことしてるなっていう部分があります。それがこの髪の毛の部分、これね描いた後に意図的にぼやかしているんですよね。これがねちょっともったいないです。多分ですね描いた後で少し気にならない部分をこんな感じでねちょっとぼやかしてあげると、ちょっとね形状が気になる部分が緩和されるような感じがして、これをやるのが癖になってしまっているのかもしれません。ただねこれをやりすぎるとせっかくねキャッチーなキャラなのにピントがぼやけてしまって見栄えがしなくなってしまう原因にもなりかねません。今のうちにねこの癖はなくした方が後々いいかもしれません。はい、髪の毛の形状をはっきりと描いてみました。ポイントなのはこう前髪があって、でサイドヘアがあって、でこのね両脇にロックイヤーがあるっていうね、この束を分かりやすく描き分けるってことでしょうか。結構ね毛量が多いキャラなので、そのね境目を一緒くたにしてしまうともっさりとした印象にもなりかねないので、ここはね描き分けをしっかりすると印象がすっきりまとまっていい感じです。さらにもうちょっと印象をすっきりさせたかったらこうしてもいいです。はい、ハイライトもですね変更前はぼやかし気味に書いてありましたが、色面をねはっきりとさせてみました。こうすることでピントがねさらにあってはっきりとキャッチーな印象を作り上げることができます。あとはねちょっと細かいことなんですが、こういうのもありです。はい、ロックイヤーの内側を耳だと分かるように少し色を変えてみました。これはね設定にもよりますが、こんな風に描き分けてあげても他の部分との差別化が生まれますので見た目のスッキリ感がアップすると思います。さて髪の毛の部分は以上で、次は服の部分についてですね。服がね女の子と男の子ペアルックでねやりたいことは分かるんですが、茶色と茶色で若干重たすぎるのかなとも思いました。ペアルック感は保つとして一方の色を軽めにしてあげても良いのではないかと思います。例えばこんな風に。
はい、服をですね白くしてみました。こっちの方が絵として重くなりすぎないと思いますね。ただねヘアルック感は一方で薄れてしまったので違うところでそれを補ってあげましょう。はい、人参マークを肩につけました。このね人参マークを男性の方にも後でくっつけてあげれば色違いであってもペアルック感は保たれるのではないでしょうか。さあもう一点気になったのがこの手の描き方ですね。まずね大前提としてこれは作者さんのいい点でもあるんですが観察眼がねとても鋭くて手の筋張っている部分をきちっと描写しているんですよ。ほらこのね筋張った感じ、これをね一個一個ちゃんと観察して描写しています。これはねとても素晴らしいんですが、でも特にね女性の手に筋を入れすぎるとめちゃめちゃこう力んで男の子の手を握りつぶしにかかっているような、なんかねそういう手の部分に怒りのような感情が乗っているのではないかというふうにも見えかねないんですよね。なのでこの手の筋を取って力みをなくしてもう少し丸みを帯びた手にしてあげてもいいのではないかと思いました。やってみます。はい、こんな感じでね、女性と男性の手の描き分けができた方がいいと思うので男性の手は逆にこうしてしまいますね。はい、男性の手を少しごつめに調整しました。まあ、あんまりねごつくするとそれはそれでバランスが悪くなってしまう場合もあるんですが、コツとしてはねこの第一関節を表すこの1本の線、これをですね1本描くだけでそれだけでねあ男の人の手なんだなっていう風に伝わります。描き分けってね結構難しいのかなっていう風に思う人もいるかもしれませんが、もうねこの程度で十分なんですよ。はい、ということで女の子の添削が終わって次は男の子の添削なんですが、女の子の部分でね言いたいことは大方説明し終わったので今と同じ修正点を男の子にも適用していこうと思います。自分だったらねどこをどう直すんだろうって予想しながら見てみると面白いと思います。まずは男性の顔の部分からですね。はい、こんな感じ。目をね小さくしたのと、あと注意なのは片目が隠れている場合、隠れている目もある程度想像しながら描かないとバランスがねちょっと崩れてしまいがちです。そこも注意して描いてみてくださいね。次に髪の毛の調整です。やってみます。はい、こんな感じ。男性の髪の毛についても若干ぼやけ気味だったのでここにもピントを合わせつつハイライトも少しだけはっきりと調整しました。あとロップイヤーの内側ですね。はい、こんな感じ。耳の付け根に関してもね少し内側になるのかなと思ったのでちょっとだけ回転させてみました。あとは服なんですが、茶色ってですねやっぱりどうしてもちょっとこうギトギトして見えやすい色ではあるんですよね。まあ、手前はね白にしたんですが、ちょっとどうしてもね面積が多い部分もあって全体的にねギトギト感があるなっていう風に感じてしまった場合にはこうするのが効果的です。はい、何をしたのかというと茶色の服の主に下の部分のサイド、ここをですね鮮やかさを抑えてみました。こうするとサイドの高い茶色とサイドの低い茶色、この2つの部分でサイドが低い部分が引っ込んで見えるので若干ですがギトギト感を緩和することができます。
全体的にね、どうしても彩度が高いと全ての色がね、俺がって前に出てきちゃって、それがギトギト感の原因になってしまうので、もしそう感じたらですね、こういう調整をしてみてもいいかもしれません。あとですね、これは好みによりけりなんですが、こうしても可愛いかもしれません。まあこれはですね、この絵を仕事と捉えたらむしろ入れない方がいいです。これ撮ってくださいってクライアントさんから言われたら躊躇なく撮った方がいいと思うんですが、まあ、なんとなくこの2人の関係性を強調するには効果的な記号だと思ったので、汗汗ギュッみたいなね、なんかそういう漫画的な表現を入れてみました。はい、最後の仕上げ、背景です。ちょっとですね、黄色一色だと目線がどうしても下の方に下がってきちゃう感じがあるので、この黄色い部分に何か密度が必要な感じがしますね。例えばこんな感じ。はい、人参とウサちゃんマーク、これを複製して模様を作っていってみましょう。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。キャッチーさはね、あんまり変えずに平常の癖を取って、さらにね、一般受けするような印象に近づけたのではないでしょうか。はい、今回の添削ではキャッチーさに注目しつつ、ちょっとここはアクが強いかもなっていう部分について、アク抜き作業をするようなことをしながら、キャッチーさを保って絵を仕上げるにはどうすればいいのか添削を進めてきました。特にね、作者さんは多分口元がぷっくりした顔が好きで、そしてね、目も大きい方が好みな方なんだと思うんですが、それが強調されすぎてしまうと癖が強く見えすぎてしまう場合もあるのかなっていうふうに思いました。趣味の場合にはね、気にせずに単純に楽しんで描けばいいんですが、仕事にする場合にはそこがネックになってしまう場合もあります。なのでこんな風にですね、徐々に癖を取っていき、男性女性ともに形状を修正していった感じです。はい、それともしですね、こういった同じようなお悩みを持っている方で、顔のバランスってどうしてもうまくいかないんだよな、たとえ上手い人を参考にして描いてみてもなんか変になっちゃうんだよっていう人はですね、こちらの動画を見ればもしかしたら問題解決できるかもしれません。悩み、紙絵師の真似をしているのにうまく描けない理由は、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてください。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。